ナノシートとは、厚さが1から100ナノメートル程度の二次元ナノ構造体である。ナノシートの典型例としては、最も薄い二次元物質であるグラフェンが挙げられる。これは、炭素原子が六角形格子状に配列して、炭素のシートを形成したものである。2017年現在、IBM などは、シリコンナノシートを基板とした5ナノメートルスケールの、 次世代トランジスタの開発に取り組んでいる。ヘンプの繊維から作成された炭素ナノシートは、スーパーキャパシタの電極材として、グラフェンの代替となり得ることが示されている。対称性の良い六角形の形状を持つプボー、ナノシートの点画像。プボー、ナノシートは、金ナノ粒子を各生成サイトとして成長する。シリコンウェハー基板に乗せられた、 パラジウム多層ナノシートのアフムトポグラフィゾー。ナノシートの合成法としては、ラングミューアブロジェット膜のように海面において、組織化や重合を行う方法や、溶液相合成、化学基礎成長などが一般的である。溶液相合成の例として、ニエタンチオールを表面保護剤とした、セディット、ナノ粒子を、脱衣温水に溶解させ、長期間のエージングを行うと、セディット、 ナノシートが生成する。セギット、ナノ粒子が液中で凝集してシート状になる理由は、粒子の方位に依存する素水性引力と双極子モーメントや微小な静電化による違法的な静電気力が働くためである。この機構は、半経験的な量子力学的計算から得たパラメータを用いたアラシカ分子シミュレーションで立証された。また、 高温でのコロイド合成法により、マイクロメートルスケールの面積を持つ PBS の単結晶超白膜シートを作ることができる。1、二次クロロエタンや、砂上のクロロアルカンなど塩素を含む化合物の存在下では、多数の PBS ナノ単結晶が、反応性の高いファセットを互いに接して結合し、二次元シートを形成すると考えられている。ナノシートの作成には、 必ずしも高温を必要としない。例えば、金ナノ粒子を各生成サイトとすることで室温において、六方小プボウのナノシートを合成することが可能である。そのサイズは、反応溶液中の金ナノ粒子と PB2 の濃度によって正確に制御することができ、有機海面活性剤は用いずに済む。その形成機構で主要な役割を果たしているのは、 正味の双極子モーメントを持つナノ粒子が方向性を持った結合を行うこととオストワールド成長である。パラジウム、ロジウム、金などの金属線具体を溶液中で還元する方法でも金属ナノシートが得られている。溶液小合成以外にも、例えばヘンプの人皮繊維を摂取180度以上で24時間加熱し、その後さらに高温で処理すると、 繊維から剥離した炭素ナノシートを得ることができる。このナノシートはスーパーキャパシタの電極としてグラフェンと遜色ない電気化学的特性を示す。ありがとうございます。